皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。固定の家を持たずホテル生活をする本間洋介がナビゲーターを務めます。今朝までこちら栃木那須にあるホテルフロラシオン那須というホテルに宿泊していまして、今回はこれからですね、兵庫のホテルに泊まりに行く予定となっています。場所としては神戸になりますね。一旦こちらからですね、東京の方に新幹線で戻ってちょっと通泊する予定なんですけども、その後ですね、神戸の方に向かっていきたいと思います。はい、というわけで神戸三宮に来ました。今日泊まるホテルはメリケンパークの方になりますので、軽く散策した後に向かっていきたいと思います。オステリアガウダンテに来ました。明るい雰囲気のイタリアンレストランです。パスタとピザ4種類のセットがランチではありまして、今回はピッツァランチを注文しました。4種類のうち3種類がパスタで、残りの1種類がピザという形でして、このピッツァランチについてはドリンクとあとサラダがセットになっています。ピザは5種類から選ぶことができまして、今回ですね、ナポレターナっていうピザを注文しました。こちらなんですけども、辛口のサラミが乗っているのが特徴で、ピリ辛という感じで食べやすかったですね。とてもいい昼食になりました。ごちそうさまです。少し散策した後ランチを食べてホテルまで来ました。ちょっと今日チェックイン時間が遅めで夕方頃なので、館内時間使えるところを見つけて過ごしたいと思います。本日泊まりに来たホテルオークラ神戸は、神戸メリケンパークにそびえる地上35階建ての超高層ホテルです。客室によって東西南北さまざまな景色を楽しむことができます。和洋中さまざまなジャンルのレストラン、カフェ等を併設しています。今回は4月16日金曜日にチェックインしまして、翌日17日土曜日にチェックアウト予定となっています。一級を使って予約しまして、元料金が11,500円、そこから各種割引により575円が引かれまして、支払い料金は19,250円となります。所在地は兵庫県神戸市中央区鳩場町、アクセスは元町駅から徒歩10分となります。カメリアというラウンジに来ました。素敵なインテリアの店内です。ソフトドリンクからアルコールまで幅広くドリンクメニューがありまして、今回はブルーベリー&クランベリーライトというメニューを注文しました。シンプルではあるんですけども、果実感が感じられてとっても美味しいドリンクでした。こちらでしばらく仕事を続けました。10階に上がってきました。今日は10095室になります。こちら右手ですね、高級感のある廊下です。客室数は結構多いですね。あ、こちらかな。見つけました。はい、お部屋に到着しました。今日のお部屋はこういったお部屋です。スタイリッシュな洋室ですね。今日はツインルームになりますので、ベッドが2台あります。それぞれの広さはシングルサイズになります。ベッドの奥に丸テーブルとあと椅子が2脚置かれています。椅子ちょっと座ってみたいと思います。あ、結構固めの素材ですね。前のテーブルに水が2本置かれていまして、こちらについては無料で飲むことができます。今日の景色ですね、まず左手に見えるのが六甲山ですね。で、こちら手前側がメリケンパーク、そして奥の方に六甲アイランドであったりとか、あとポートアイランドみたいな人工の島が見ることができます。はい、こんな感じですね。素晴らしい景色ですね。続いてデスク周りですね。こちらがデスクになります。ここにコンセントがありますので、お仕事の利用とかも問題ないかなと思います。横を見ていきますと、上にコップですね、こういったおしゃれなティーカップが置かれています。飲み物についてはこのコーヒーと煎茶、そしてほうじ茶と3種類それぞれ2つずつあります。こちらが電子ケトルですね。下を見ていくとグラスがあります。グラスについては3つ置かれてますね。冷蔵庫の中は、あ、このようにお酒であったりとか、あとソフトドリンク、お茶などが入ってます。こちらについては有料ですかね。はい、こういった形で金額が書かれていますね。はい、テレビについては中型のものになります。続いてこのデスクのすぐ右にある
こちらのクローゼットを開けると中に部屋着があります。部屋着については上下つながったタイプのもので、生地感は柔らかくて若干薄めの素材になっています。ただしっかりした素材ですので問題なく使うことができると思います。お部屋に入ってすぐ左手、こちらを開けると水回りですね。はい、まず洗面台についてはこのような感じです。結構広々としてますね。アメニティはこちらがソープとか歯ブラシ、こちらがシェーバーですね。で、綿棒、コットン、ヘアブラシ、シャワーキャップ、一通り揃っています。奥にドライヤーとハンドタオルが置かれています。そしてバスタオルがこちらありまして、すぐ手前がトイレになってます。ユニットバスタイプになってまして、このようなカーテンで仕切るような形になります。浴槽は結構広々としてますね。ちょっと入ってみたいと思います。あ、すごい、これは広いですね。足がもうつかないですね。横幅についても問題なくありますので、とってもゆっくりできそうな浴槽だと思います。シャンプー類については、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープと3種類揃っています。はい、水回りはとても充実してますね。最後にクローゼットを見ていきたいと思います。はい、こちらですね。はい、ここにハンガーがかかってまして、洋服をかけることができます。その下手前が靴べらで、奥の方に傘も置かれてますね。まあ、ホテルでいうと傘って貸し出ししてはくれますけども、こういった形で部屋に置いてあるととっても便利ですね。はい、でその下にこのようなスリッパが2つ置かれています。以上になります。おはようございます。今回朝食付きのプランで予約してますので、これから朝ごはん食べていきたいと思います。形式としてはルームサービス形式になりますので、お部屋に持ってきていただいて食べる形となります。和食と洋食から選ぶことができまして、今回は洋食のセットメニューを注文しました。お部屋ですけども、ドリンクも冷えた状態で飲むことができます。スクランブルエッグ、ハム、スープについては今回はオニオンスープでした。サラダもセットになっています。パンは3種類ありまして、このクロワッサンがですね、サックサクでめちゃくちゃ美味しかったです。あとはそれと別で2種類ですね、デニッシュがあります。こちらも美味しかったです。続いてデザートです。このようにアイスコーヒーもですね、冷えた状態で飲むことができます。デザートについては2種類ありまして、まずはヨーグルトですね。続いてフルーツの盛り合わせです。これがですね、結構いろんな種類がありまして、キウイ、パイナップル、メロンなどですね、いろいろありました。とってもいい朝食でした。ごちそうさまです。はい、というわけで今回はホテルオークラ神戸に泊まりに来ました。今回神戸滞在4泊5日という結構長めで撮ってるんですけども、その初日のホテルとしてこちら泊まりに来ました。総合評価としては 4.0 という高い点数つけています。特徴的なところ項目別に見ていきたいと思います。まずお部屋ですね、こちら 4.0 つけています。広々とした洋室で本当に無駄のない快適なデザインだったなと感じました。眺望についても夜景が綺麗に見ることができました。今回は10階のお部屋で、眺望の方面についてもメリケンパークの入り口付近の方面でしたので、このホテル結構高い階数までありますので、30階とかの方で、かつメリケンパークの中心部分向いている方だとより綺麗に見ることができると思いますので、眺望を重視される方はそういったお部屋を選んで泊まられるといいんじゃないかなと思います。はい、続きましてサービスですね、こちら 4.0 をつけています。今回ちょっとチェックイン時間が遅めでして、18時だったのかな、ですけどもちょっと早めに着いちゃいまして、それをフロントの方に言ったら若干チェックイン時間を早めていただいたりとか、あと今回ルームサービスで朝食食べたんですけども、そのサラダをこぼしてしまいまして、で申し訳なく思いながらちょっと電話して、サラダ変えていただけないですかって言ったら、その3、4分後ですかね、もうすぐ持ってきてくれたりとか、そういったホスピタリティ本当に素晴らしいホテルだったと思いまして、今回サービス面 4.0 をつけています。はい、最後ですね、立地こちら 4.5 というかなり高い点数をつけています。こちらのホテルは神戸のメリケンパークの入り口付近に位置している、本当にメリケンパークを代表するホテルだと思います。もう一個有名なところで言うと、神戸メリケンパークオリエンタルホテルっていうホテルがメリケンパークのウォーターフロントに位置していると思うんですけども、そのホテルと対をなすホテルだと思いますので、気になる方はぜひ泊まりに来てみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。